こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。今回ネタにするバイクは、KTM の1290スーパードゥークだ。何はともあれ、まずこの写真を見てくれ。頭がモザイク処理されたがたいのいいおっさんですか。こんな趣味があったんですか。そこじゃないもっと前。何このクワガタ顔。ただでさえドゥークの顔面破壊力は高いのに、今回のスパイショットはさらに上回ってますね。縦2列のライトに、よくわからない部品もいっぱいついてるぜ。まさにメカクワガタですね。サイバーコアか。で、今後の KTM はみんなこんな顔になるの？このスパイショット以外にも、縦2眼ライトでサイドカウルもカッコカクな開発モデルがスクープされてる。なんで、2023年モデルの顔立ちは一通り揃えられる雰囲気だな。じゃ、あのそびえ立つヘッドライトでおなじみの1290スーパーアドベンチャー S も、こんな形になるのかな？あのヘッドライトは衝撃的だったよな。じゃ、どんな感じなのか考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の元ネタはこれだ。さらにクワガタ感アップ。クランシグネチャが次期1290スーパーデューク R のモチーフ感。今回のネタはいつもお世話になっている噂サイトで見かけた記事と海外サイトの情報を元にしているぜ。記事の内容はこんな感じだ。1290の2023年版プロトタイプ、新フェイスリフトが採用、安全装備の採用。引用記事は概要欄に記載してます。で、今回の流れはこんな感じだ。1. 時期型はヘッドライトが激変。 2. 次世代デューク980も同じ路線。 3. 新アドベンチャーモデルがオフ寄りで。 4. クワガタ顔じゃない KTM もありです。じゃ、始め後。 1. 時期型はヘッドライトが激変。この話はサイクルワールド2022年5月12日の記事を参照してるぜ。1290スーパードゥーク R は KTM のネイキッドモデルデュークのフラグシップモデルだ。現行の最新モデルは2022年で、最新の電子制御 2V 型2気筒1300のエンジン。KTM らしいデザインで、野獣というニックネームにふさわしい性能と外観を持つバイクだぜ。そんな見た目も中身も鬼仕様バイクのデザインが、さらに進化って噂なんですね。そうだ。で、このスパイショットは KTM の本拠地であるオーストリアで撮影されたものだ。緑に囲まれた、癒し満載の写真ですね。まずは今回の話のネタになってるヘッドライトデザインだが、五角形は変わってないですね。だな。現行のヘッドランプはマルチリフレクタータイプだったけど、写真では縦2眼の LED ライトを利用しているみたいだ。ヘッドライトカバーで覆われるリフレクタータイプもいいけど、LED ライトでむき出し武骨スタイルもいけてますね。おそらくライトの外周には、トゥークのシグネチャだったデイライトも採用されるだろう。って記事には書かれてるぜ。ライトを中心に放射線状に声優板みたいな板がありますね。これは、今後の主流になるレーダーセンサー装置をヘッドライトユニット内に収めるための形状かも。との記述があったな。見た目は今まで通りのヘッドライト形状だけど、中身が電子機器満載になるかもって話ですね。じゃ、ぶつかるときはお尻から、で、どちらも嫌だ。安全装備といえば、KTM の1290スーパーアドベンチャー S には、レーダー技術を使ったアダプティブクルーズコントロール ACC が採用されているな。相変わらずでかいライト。そのでかいライトに割り込むように、センサーが設置されている。この ACC 機能は、ボッシュと共同開発した仕組みだ。川崎が採用しているミリ波レーダーシステム。ARAS アドバンストライダーアシスタンスシステムもボッシュ製だな。忍者 H2SX のセンサーは、ボディ形状に合わせ綺麗にカバーで覆われてますよ。このあたりの技術は日進月歩なので、次期アドベンチャー S のセンサーユニットは、特徴的な KTM のデザインに溶け込んだ形で登場するだろう、って言われてる。で、スパイショットから読み取れるもう一つの特徴は、フロントカウルの形状変更だ。現行カウルは燃料タンクから牙のように突き出た形状だな。これは今でもかっこいい。スパイショットを見ると、一枚板風だったサイドカウルは複雑な面構成となってる。現行と比べるとコンパクトになった感じですね。でも、駅マニの取り回しやトレリスフレームは変化がない感じですね。そうだな。記事元のサイクルワールドでもこの機体は外装変更が主な内容で、2023年モデルとして年末発表の可能性が高いと締めくくっているぜ。年末のエグマが楽しみです。それじゃ、今回のスーパードゥーク R 以外にも、KTM の新型スパイショット記事があったので、合わせて紹介しておくぜ。2. 次世代デューク990も同じ路線。こちらもサイクルワールドの2022年4月19日の記事を参照してるぜ。新たにデューク990として加わるんじゃないか、と言われているモデルのスパイショットだ。あら、縦2とライトにコンパクトなフロントカウル、スーパードゥーク R と雰囲気が似てますね。だな。この2頭ヘッドライトデザインが、今後の KTM の主流になるのでしょうか？スパイショットのデザインを見てると、そんな雰囲気だ。でも、個人的には昔の KTM に戻ったな、って気分だ。
過去の RC シリーズやデュークシリーズでは、プロジェクタータイプの2灯を採用した時もあって、デザイン的にも、昔からこれ KTM だってすぐわかるデザインだったしな。そうなのね。でも、この形は GSXS1000 じゃね？ま、どうしても似てしまうな。でも中身は全然違うぞ。排気量こそ、990で S1000 と似てるけど、ベースの890は並列エンジンだし、2気筒だし、トレリスフレームだし。トレリス感は全くありませんが、残念なのは、スパイショットはダウンマフラーってぐらいか。現行890はアップマフラーだけど、こちらも2023モデルって噂だから、年末のエイクマに期待だ。3、新アドベンチャーモデルはオフ寄りで。サイクルワールドの2022年2月18日の記事から、KTM390 と別モデルのプロトタイプというネタだ。あ、いつもの顔だ。顔については開発中ってことで KTM390 アドベンチャーの顔面が移植されてる。スキットプレートも同車種のオプションだな。そうなのね。この車両のポイントはデザインじゃなくて、KTM が新しいアドベンチャーモデルを開発しているんじゃないか、ってところだ。390と何が違うの？それは、フロントフェンダーがリフトアップされて、それに合わせて大口径のスポーツホイール、ブロックタイヤを履いている。それにフレームとスイングアームはいかにも開発中って状態の、素材剥き出し溶接跡残りまくりの状態だ。このスタイルは、現行と比べたらオフロード寄りの車体構成になってますね。そうだな。アドベンチャーシリーズはどれもオンロードタイヤにキャストホイールモデルだ。R がついたオフロードスタイルの行動モデルもあるけど、それは上位の数モデルだけだ。これを機に、新しいアドベンチャーシリーズが出来上がりそう、ってことですね。単気筒でオフ車といえば、まさにホンダの CRF250L ですね。そうだな。一般的にオフ車の顔は似たり寄ったりだけど、KTM なら一辺倒なデザインに風穴を開けてくれそうです。ぜひ、CRF250 ラリーに負けないデザインを作り上げてほしいと思います。上から目線だな。じゃ、最後はクワガタカオじゃない KTM の紹介だ。え？そんなのあるの？4、クワガタガオじゃない KTM もあり？なにこれ？クワガタヘッドライトに、尖ったフェンダー、オレンジのトレリスフレームとか。今まで見てきた KTM 要素が一切なしなんですけど。そりゃそうだ。これは KTM とメルセデスのカーチューナーブラバスが共同開発しているバイクだからな。ブラバ S1300R プロジェクトモデルだが、KTM 版モデルも発売されるって記事に書かれてる。そうなのね。ベースは KTM の1290スーパードゥーク R で、エンジンやマフラー、足腰周りのデザインはほぼ同じだ。この2本出しマフラーがバッチリ決まるバイクって、なかなかありませんよね。お高いんでしょ？値段は、謎だってばよ。値段は関係ないってことですね。ランボルギーニとコラボしたドカケのディアベル1260ランボルギーニみたいなものですか。そうだな。実車を見れたら超ラッキー、庶民には関係ない話だけどな。まずは車の方を買ってからですね。以上、今回は2023年モデルで盛り上がる KTM の次期モデルの話をお届けしたぜ。じゃ、お次は噂話のまとめです。まとめ。さ、KTM の新型を考察してきたが、新デザインの次期スーパードゥーク R はどうだった？やはり海外系バイクのデザインはぶっ飛んでますね。見た目がオレンジだし、カクカクだし、うねうねだし。キノコの世界なら、確実に毒キノコですよ。マリオかよ。それに、ようやくスズキのデザインに世界が追いつきましたね。毒キノコでも食べたのか？直線気筒って、最近のスズキで流行ってるデザインでしょ？いろいろ間違ってるが。KTM のディーラーは近くにあるし、試乗したこともありますから。会社ディーラーの中では気分的に一番身近な感じですね。街中で目にしても一発で KTM ってわかりますし、目立つし、レア感あるし。初めての会社にはちょうどいいかな、って思いますよ。これで普通に乗れたら最高です。そのあたりはオーナーになってみないと、なんとも言えないな。いつかは会社に乗りたい主でした。では、今回はこの辺で。それでは、See you!